こんにちはナビゲーターの佐藤美希ですまずはこちらをご覧ください24.7%この数字何だかお分かりになりますか答えは横浜市の総人口に対する65歳以上の方の割合つまりおよそ4人に1人がシルバーエイジの方なんです令和2年1月現在 横浜市ではおよそ92万人ののシニア世代の方が暮らしています人生100年時代と言われる今シルバーエイジの方々には地域経済の新たな担い手としても大きな期待が寄あさって9月20日は敬老の日高齢者の方々を敬愛しその長寿を祝う日です。ということで今回は浜のシルバーエイジの活躍をナビゲート 横浜で生き生きと働く方々をご紹介します全国からオーダー殺到今も現役ベテラン職人の巧みの技隠れ家工房で極上の味を追求する横浜マイスターの一品にしたつず いつまでも生き生きと働きたいそんな横浜のシルバーエイジの活躍をナビゲート人生百年時代横浜で活躍するシルバーエイジ CM の後すぐ浜ナビ今回は人生百年時代輝く横浜のシルバーエイジの皆さんをナビゲートさあまずはこちら横浜マイスター これはですね市民の生活や文化に寄与する優れた技能職者を横浜マイスターとして選定するものなんですが今回はこの中から今も現役で活躍するベテランの職人さんをご紹介しますやってきたのは瀬谷区にある石材店はトントンと音が聞こえてきますあ作業されてますね。 こちら、横浜マイスター、神取さん。よろしくお願いします。上取さんは、石の職人さん。石区と言います。石区。はい、石区です。石を加工する職人、石区。その歴史は古く、昔から宮殿やお城などの建造物に、深く関わってきました。 十六歳から修行を始めた紙鳥さん。これまで多くの建物や記念碑などを手掛けてきました。ただ、今はちょっと他のものの依頼が多くて、他のものを作るようになりました。建物じゃなくて。はい。え、どういうものなんですか。ただこちらの方ですから。はい、あ、え。え。<laughs> 今は。はい。こういうものを、あの、いろいろ依頼が多くて、作るようになりました。これ。はい。いい、ね ですよね。はい、彫刻です本当だこれ石なんですねう、はい、わーかわいい <laughs> でも大体がやはりペットが多いですね亡くなられたペットを再現したいってことで依頼に来られる方が多い <laughs> なるほど、ねはい、形がずっと残るものですもんねそうですよねはい あの庭に置いても、お墓に置いてもずっとそばにいられるってことで、やっぱり石の事情ってことですねへえ<ー>、はい、あることを忘れてしまうかのような上鳥さんの作品。お客さんから贈られた愛犬の写真をもとに、一つ一つ、気持ちを込めて作っていきます。 そんな上取さんのもとには、感謝の声がたくさん届いているんです。いや、本当に愛犬館の方はね、可愛がってたそ、ね。そうですね。そういったワンちゃんがね。つくづく家族と同じような感覚でやってるから。うん、あの、何人も涙するのを見ると。やめられなくなっちゃう。<laughs> うん、それだけ喜ばれているってことです、ね。とそうですね。あの、結構ね、あの、皆さん、あの、本当に喜んでくれて。 やっぱ、あれ見るとね、やっぱ、頑張らなきゃダメだなって、もうちょ作らなきゃダメだなって思いますね。すはい、愛犬家の思いを受けて、作り上げる彫刻。創作工程を見せてもらうことに。神谷さん、こちらは今、何をされているんですか。はい、これが犬を作る原石です。えー、こんな塊の石から作、ね。そうです。膨るんですね。大体の大きさに。 割って、それから、その作る犬の大きさに合わせて、で原石から始めていくんです。んへえ。ここからあんな繊細なものになるんですか、ねはい。で、大きい、はい、大きいところを割っていくんですけども。わあ。すごい力強い。はい。いや、本当にこれ、一からというか。塊から作るわけですね。そうですね。機械が。 かなり機械が発達してるんですけどもやっぱ手の方が早いんですねこういうところはうそうなんですか、はい、次に形を整えていきます原石からこの状態になるまでには通常4日ほどかかるんだとか 完成に近づいてきましたね。はい、あのあらおしからもうほとんど完成に近づいてきてるんですが、はい、これから手並みを入れたり、<ー>それから細かいところの修正をしたりで完成に近づきます。一番難しい工程っていうのはどういうところなんですか。やはり顔ですね。あのー、犬はあの犬種は同じでも一匹一匹全く違うんです表情が。 1ミリちょっと深さが違うだけでガラッと顔変わりますんで特に難しいです、はい、いよいよ最後の仕上げです絶妙な力加減で硬い石に犬の柔らかい毛並みを表現していきますこれも石一筋に鍛錬してきた上鳥さんだからこそなせる匠の技彫刻の完成です 少し首をかしげた表情、そして柔らかい毛並みの様子など。とても石とは思えない出来栄えです。ああ、このワンちゃん。はいね、なるほど、はい、確かにこの角度も表情も一緒だ。はい、へえ。いや、命が吹き込まれましたね。す,ねすごい。 はあすごい見つめられてます私。<laughs> かわいい。この後専用の顔料で色をつけ、飼い主の元に届けられます。石と共に歩んだ半世紀。新たな表現を見つけたカミトリさんにとって石の魅力とは。 石っての魅力は何だって聞かれると後世に残せるから例えば2,000年3,000年前の石像物しか地球上には残ってませんからこの石に漢字で「一」という文字を彫るには大変な時間がかかるわけですね。 墨で書けば5秒で書けますよね。でも石で掘ったらその1000倍2000倍の時間かけても掘れない。でも一時その文字を掘ると千年経っても2000年経っても残せるっていうところがやっぱり石の魅力なんですよね。なるほどはい。これからも上鳥さんのお仕事応援してます。ありがとうございます,ます。今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。いやあ職人の技素晴らしかったですね。 いくつになっても仕事ができるっていいですよね横浜市にはそんな方々をサポートするサービスがあるんですそれがこちら横浜市シルバー人材センターどういったサポートをしているのでしょうかお話を伺いますこちらではどのようなサポートをされているんですかはい シルバージンダーセンターは会員制で概ね60歳以上のシニア世代に対し週に10時間程度の軽易なお仕事の紹介をしています清掃やスーパーのような軽作業の体を動かす仕事のほか最近では会員の経験を生かした仕事も増えつつあります本当に幅広いお仕事があるんですね、はい、仕事はシニア世代に適したものを 民間企業や一般家庭から引き受け会員に紹介しています仕事以外にもボランティア活動や趣味のサークル活動の支援なども行っています今どれぐらいの方が登録されているんですか現在約1万人の会員が登録されています平均年齢は73歳です会員なるにはお電話かウェブページからのご予約いただき対面での登録か

以来行っている仕事はポスティングなどの配布業務。好きなのよ配布がだからこのね27年やってます。健康のために始めたという配布の仕事現在も趣味の歌を楽しみながら月に7回ほど仕事を続けているそうです。もうお仕事はもう本。 自分の体の体ためうんもう、うん、この前もねシルバー人材センターのねあの方から「西山さんもう無理な時はいつでもいいからあの返していいよ」ってって言われるんですけれども「誰でも代わりの人がやりますから」って言われるえっ私から取るの?」って <laughs> <laughs> 言っていうぐらい。 そんな西山さんをよく知るセンターの村田さんにやるといや西山さんとても明るくてお元気な方でいらっしゃいましたねはい西山さんはですね平成10年に登録いたしまして現在23年目になります現在も配布業務を中心にご活躍をいただいておりますいや仕事を頼む依頼する側としても頼もしいですよねはい 西山さんの他にもですね、年齢にかかわらず多くの方が元気に働いていらっしゃいます皆さんお仕事を通じて地域や社会とつながりを持とうと皆さん元気に働いていらっしゃいます最高齢ですと何歳ぐらいの方がいらっしゃるんですかはい現在100歳を迎えた会員さんもいらっしゃいます100歳そうなんですね、はい、またこれまでのキャリアを新たな職場で生かしている方も 松村さんの現在の仕事はパソコンで設計図を作成する業務。以前自動車メーカーで働いていたときに身につけたスキルと経験が今の仕事に生きているんだそうですやっぱりまだまだ働く意欲というか働きたいという気持ちだったんですね。 当初はですね昔はそんな長生きすると思ってなかったんですけど今もう100年時代なんて言われますから定年っていうかあのリタイアしちゃうともうちに閉じこもっちゃうんですけど、まあ、社会とのつながりってますか接点っていうんですかねそういうのが一つというふうに思ってますけどね。今やってらっしゃるその CAD のお仕事だったりっていうのは本当に専門的なお仕事じゃないですか、はい、やっぱりご経験があるからそれが生かされてるんですよね。えまあそういういいことになりますねはい ご自身のキャリアを生かして働いている方もいらっしゃるんですねはい松村さんのようにハイレベルなスキルをお持ちになった方がセンターにはたくさん登録していただいておりますホームページから検索することもできますので人材をお探しの企業の皆様ぜひご覧くださいい,やいろいろな方が無理なくそして自分の経験ですとかスキルを生かして働いていらっしゃるんですね現在登録料は無料です お越しいただかなくても登録ができるオンライン会員登録もございますので皆様お気軽にご登録ください多くの方に活用していただきたいですね今日はありがとうございましたさあ青葉区にやってきました続いても横浜マイスターからの紹介です早速行ってみましょうやってきたのはソーセージハムの専門店 スタッド神剣隠れ家工房。こちらの主こそ、横浜マイスターの中山さん。どうしてこちらにお店を出されたんですか?。ええ、私はもうね、ソーセージ。作り50年近くなるんですね。えー、それでもう、あのと。年も取ってきましたしね。最後には、こう。家の隣で、のんびりと。 お店を構えて少ないお客さんでやっていこうかなと思って食肉の卸を営む家に生まれた中山さん子供の頃に食べたソーセージの味に感動しこの世界に入りましたそれがすごく美味しくてね自分で作ってあのお腹いっぱい食べたいそういう気持ちが 専門店でソーセージ作りの修行に励み腕を磨きましたそして38歳の時に開いた本店を今は息子さんに任せ8年前夢だった自分だけのソーセージ工房をオープンさせましたいやいろいろなソーセージがあるんですねはいそうですね横浜の名前が付いた商品もそうですあるんですね、うん、小松菜はね はい、青さんの小松菜ですね地産地消ですこれよく出ますよ横浜にこだわった小松菜が入ってる珍しいですね焼いたら美味しいのはこのブラートブルストソーセージですねこれはあの焼きソーセージって言うんですブラートが焼くって意味ですねブルストがソーセージまさにそうすごくジューシーでねお肉を食べたって感じがしますあ、そうなんですかは これなのソーセージどのように作っているのか。えー、今日後で作りますのでね。見せていただきたい。は,はい、ぜひよろしくお願いします。はい、50年の腕で作りますから。はい、楽しみにしてます。<laughs> 着替えました。それではよろしくお願いします。はいはい、こちらこそよろしくお願いします。あ、もう塊のお肉が。そうですね。これはね、豚肉のね、肩肉ですね。塩漬けだけしてあります。今日は粗挽きの。 腸詰めですから、はい、こういうこの大きい10ミリ目普通はスーパーに売ってるひき肉はこういう3ミ、mm、リ目ですねースーパーに売っているひき肉はい、はい、こんな大きいですここ10ミリ目ほんとだこんな違い全然違いますね今日はこれで引いてそうすると肉の味がしますへえ<ー>。肉本来の味を楽しめる中山さんのソーセージ こだわりは肉を粗挽きにすることああもうお肉が出てきましたね、うん、本当だ結構塊で出てきますねそうですね<ー>ここで入れるのが氷水これが美味しさの秘密で今度は練ります温度上げないように素早く これ手作業ででるんです、ねうん、そうです、えー、あ確かにさっきの氷水で冷たそう、うん、そうこれは肉の脂が溶け出さないようにするためこうすることでうまみを閉じ込めきめ細かい滑らかな食感が生まれるんですこれは結構まあ機械もこういう練る機械もありますけどねやっぱりこの。はい 手に勝るもんはないんですって次にこの器具で蝶詰めにします使うのは天然の羊の腸。あー知ってるソーセージだ、うん、すごいミキちゃんやってください、はい、え何も触ってないんですけどここここ、ね、少し少しこちょっとずらす感じですかそう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  出てくる出てくる。そうそう、そういう感じ。あ、綺麗ですね。すごい。そうそうそう。長い一本の今、ソーセージですよ。はい、それを。食べやすい大きさに、どうやってしていくんです。あ、切っちゃっていいんですね。じゃ、みきちゃん用にちょっとね。はい。これをね、くるっと回して、くるって。 このまま二つ一気に入れるか。これをもう一回。もう一回これをここに入れちゃうの。これを一本これを一本ここに。ここに入れる。こう。そうそうもう外れない。またはいまたはいこれをこま回して回してうんまた入れちゃう。上から入れて。 ああこれで、ねまたあーすごい四、うん、本できた、うん、今度は私がまた違うやり方でやりますマイスターの技をそう技早っあっという間にできてる、うん、<laughs> わあすごいです早技ですねで、うん、全部が均一で綺麗。きれい なんかやっぱ張りがありますね。うん、これで生活してます。<laughs> これが横浜マイスターの技。ああ。見てください。この綺麗なソーセージ。うん、お見事です。ね、すごい。完成したソーセージ。 こちらで試食させていただけることにではこちらが先ほど私が上手めした,た <laughs> ウインナーですわどっしりおいしそう、うん、あもうね肉汁が垂れてきますのでいただきます皮がパリッとね、うん 噛めば噛むほど肉汁があふれてお肉の旨み感じますねあすごくこの食感がお肉そのものをこう味わっているようなダイレクトにお肉の美味しさが感じられますねうん子どもの頃の夢をかなえて技を極めた中山さん。 その挑戦は続きます中山さんにとって、えー、仕事っていうのはどんな存在なんですか仕事はね私ねこのソーセージ作りって大好きなんですねですからね本当にねまあ好きだから休みの日でもお店に来ちゃうんですね、えー、何かしらやってますこれが楽しいんですねこれは私の生きがいですねへ、えー、えー 八十八歳ぐらいまで頑張ろうと思いま歳、刻みましたね <laughs> <laughs> 楽しみにしています今日はありがとうございました、はい、ありがとうございますいつも番組へのご意見ご感想ありがとうございます江南区の関根さんよりこんなメッセージをいただきました横浜でこれほど規模の大きなダンスイベントがあることを初めて知りました コロナ禍で開催を実現することができたのは、それだけダンス愛の強い人たちがたくさんいることの表れでしょう。あと、ダンス教室が結構身近にあるものだなと思い、ちょっと興味を感じましたといただきました。根岸さんもダンスが苦手とおっしゃっていましたけれども、良かったですよね。このように番組への感想や横浜に関する情報をお待ちしています。 番組特製クリアファイル差し上げます。たくさんのメッセージお待ちしています。さて今回は、あさっての敬老の日を前に、横浜で輝くシルバーエイジの方々をご紹介しました。皆さん本当にお元気で働くことを楽しんでいらっしゃるなと感じました。 また職人のお二人のいくつになっても勉強で高みを目指す姿、本当にかっこいいなと思いますし、尊敬できるなと感じました。仕事は社会との接点でもありますし、働くことが人生の活力や潤いになるんだなと感じました。これからも皆さんの笑顔や活躍を応援したいですし、私も負けないくらい頑張りたいなと思います。